中の東京五輪の組織委員会の電通高橋さんが逮捕されましたね。ああ、されましたね。やっぱりなんか大きな力が、まあ、働いてそうというか、まあ、その安倍晋三さんが亡くなったことでね、そういったこともまあ関係してるのかも分からないですけども。青木側から5100万円もらってたんですかね。そうですね。うん。まあ、これまで安倍晋三さんがおったから、まあ、捜査させないとか、そういう形であったんでしょうけども。はい。まあ、最近はね、その安倍晋三さんの周りの権力者っていうのが、まあ、どんどん芋づる式にやられていくかも分からないっていう形でね。確かに。ただまあ、メディアに関しては、まあ、元電通専務っていうことは、まあ、報道せずにっていう形でね。まあ、単なる高橋さんが逮捕みたいな感じの、まあ、報道の仕方でしたけども。はいはいはい。まあ、一応この五輪問題とかでは武田恒和さんの、まあ、お父さんの武田恒和さんとかも、まあ、高橋さんのおかげで、まあ、JOC 会長に、まあ、なれたみたいだし、うん、まあ、これももしかすると逮捕の動きになっていくかもわからないですね。ああ今からね、武田恒和さんから、まあ、息子さんのね武田恒和さんとかにお金が渡ったら、まあ、面白い展開になるかもわからないですけども。ありますね。まあ、言うとまあその統一教会に関してはいろいろとまあどんどん新しい情報が入ってくるけども、うん、まあ、最近とかでねその祝電の依頼がまあ来たらもう断らないとか言ってた、まあ、山口元環境大臣とかも、まあ、実はその、まあ、安倍さんの銃撃事件の後も、まあ、統一教会と会ってたって形で、これがその安倍晋三元首相が撃たれた数日後に都内のホテルで、まあ、勉強会を開催して、はい、まあ、そこでね統一教会の関連団体である世界平和連合の、まあ、組織本部長とかを務めた、まあ、元幹部とかもいたみたいですね。ああそうですか。山口元大臣っていうのはその GLA っていう形の、まあ、新興宗教とかもまあ、系統したりとか、まあ、他にもね占いとか戦術にものめり込んだって形で、まあ、そういったこともまあ記事にも押さえたりとかもしてましたけども、はいはい、まあ、統一教会についてはね、まあ、その現代版のまあ霊感商法っていう形で、まあ、信者の家庭を崩壊したりとか、まあ、そういったことも問題だけども、うん、まあ、当然まあ政治との距離感っていう形ではまあ問題とまあされているって形でね、まあね、まあ、そういう意味ではその創価学会とかもまあ家庭崩壊っていうケースとかは統一教会とかに比べたらまだ少ないですけども、はい、まあ、そういうケースもあるみたいで、まあ、年末になるとその財務といって一人一口1万円単位で、まあ、100万円以上だったらまあダイヤモンド会員とかで、まあ、1000万円以上とかまあ1億円以上だったらまあ高額献金者って形でまあ評価されたりとか、まあ、そういった動きとかもあるんで、うん、煽るというかねそういう形ではあって、まあ、昔はね一口3000円とかそういう形だったんだけども、はい、まあ、どんどんヒートアップしたりとかしていって、まあ、祖国会とかもその1990年代とかには国会とかで問題されることもあったみたいでね、うん、まあ、そこからその追及されてからは、まあ、沈静化はされていたんだけども、はいはい、ただまあ祖国会の場合はもう完全にねその宗教と政治がつながっているというか、もう祖国会と、まあ、公明党って形で、まあ、一体化してるんでね、ただまあこの自民党と連立になってからは宗教が安泰って形になったんで、まあ、立憲民主党とか野党とかもまあ宗教と絡み出したというか、まあ、そういう感じになってね、はいはいはい、ただまあフランスの方では日本の祖国会とか統一教会っていうのは同じジャンルというか、まあ、あのセクトっていう形で言って日本でいうところのカルト扱いですね、まあ、同じように見えるってことですね、同じ扱いって形でまあ評価されているって形ですね、うん、で、まあ、その国会の方ではその自民党と公明党がまあ連立政権だから、まあ、何も変わらないって形でなっていくんでしょうけども、はい、まあ、なんかこの辺に関してね、まあ、統一教会の問題とかもそうですけども、高橋早苗さんはまあ統一教会だって形で、まあ、知らないって形のツイートをしたら、うん、まあ、キリスト教新聞のまあ編集長がまあ、ちょっとなんか怒った、まあ、コメントをしててね、うん、そのキリスト教新聞が怒ってる理由っていうのは、まあ、その宗教系の新聞っていうのは政治家とか文化人とか俳優とか、まあ、有名人とかに取材を申し込んでも断られるケースが多いっていう形でね、はいはいはい、で、まあ、その高橋早苗議員は、まあ、2001年はスマホもなかったし、まあ、分かんなかったっていう言い訳をしてましたけども、うん、調べようがないとね、まあ、これはおかしいっていう形で、まあ、そのどんな団体かも分からない、まあ、月刊誌で、まあ、対談なんかするわけないだろうって形でね、そうですよね、まあ、怒ってましたけども、まあ、この辺に関しては例えばその高橋早苗さんが朝日新聞から取材を申し込まれたら当然まあ断るだろうしね、はいはいはい、まあ、その朝日新聞に関してはどうせね悪用して印象操作とかで一部分だけまあ切り取ってまあ悪く報道されることが分かってるから、まあ、あの当然断るだろうという形で、うん、まあ、そういう意味じゃその大手新聞でも断るのにその統一教会以外のメディアがね取材に答えたっていうのはちょっとまあおかしいというか、当然まあ切り取られる可能性とかもあるわけだから、はい、まあ、その辺でね、まあ、これはキリスト教新聞の言う通りかなって形で、まあ、分かってないのに取材受けるなんてことはないでしょうからね。そうですね、うん、まあ、最近ではなんかイクイノックスさんの話題とかもありますけども、ありましたね、まあ、その統一教会に支援を要請したみたいな感じでね言われたりとかもしてて、萩生田大臣とかはね、まあ、バーベキュー大会にも
参加してるし、まあ、月1回ね八王子市内の、まあ、教会施設も訪ねて、はいはい、で、まあ、信者集めて演説とかもしたりとか、まあ、そういうことも報道されてるんで、うん、まあ、ここでね関係ないっていうのはちょっとまあどうなのかなって形で、もう教会内ではもう家族みたいな感じでね、まあ、報道されたりとかもしてましたけどもですね。なんかフランスにいるひろゆきさんがね、あの当時政調会長だった萩生田さんが統一教会の施設に行ってるっていうのは、応援してたボランティアの中に統一教会の信者がたまたまいたっていうレベルではなく、もうやばいみたいなことをね言ってましたね、呆れた感じで。そうですね、うん、だまあその完全に、まあ、統一教会とはまあどっぷりって形で、はい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 、ただまあその岸田首相に関しては政務三役については個人の政治活動にまあ関するもので、まあ、調査は行う必要はないって形でね、答弁書を閣議決定って形で、うん、まあ、このままだからずっとね逃げ切って、まあ、森友学園と加計学園のような感じで、まあ、延々とまあ追及されても、まあ、そのやりすぎだみたいな感じの世論を作りに行くつもりなんかも分かんないですけどね。ああ、そんな感じなんすかね、もううやむやにして、うん、でまあちょっとまあ問題多いんだけども、まあ、もう一つの問題としては安倍晋三さんのまあ銃撃事件っていう形で、ほう、まあ、これに関しては警察と医師のまあ発表をどちらかがまあ間違っているってことはまあ明らかになったんだけども、はい、ただその警察に関してはまあ事件の検証結果をまだ正式には出してないんで、まあ、この辺がねどうなるのかってところではありますけども。そうですね、ただこの山小屋容疑者以外に狙われたってことはまあ間違いないという形で、うん、まあ、その安倍晋三さんが2発目撃たれるときに、安倍晋三さんが振り向いたときに山上容疑者の方向じゃなくて正面の下方向から撃たれているのがあって、はいはい、銃弾の弾が、奥のビルの方向に消えていくことが前回発見したという形で、はい、もう一つはテレビ朝日が、まあ、銃弾の影のようなものが3発山上容疑者から撃たれる前に撃たれているということを、まあ、公式にまあ報道しているという形でね、うん、これはその安倍総理銃弾のような影って形で検索をしたら、まあ、今でもね184万再生ぐらいされている動画があるんですけども、はい、まあ、これはその参考のビルの方向に撃たれているので山上容疑者とはまあ逆方向から撃たれたってことが、まあ、はっきりと分かるって形でね、うん、まあ、つまりそこで山上容疑者とはまあ別の方向から少なくとも銃のようなもので撃たれているってことが、まあ、映像証拠としてまあ分かるって形でね。なるほどね。で、まあ、さらにちょっとおかしなまあことが分かって、まあ、それはまあ TBS の映像とかでまあヘルとかが撮影している映像があるんですけども、はい、まあ、ここでなんかその小さいなんか建物のようなものが映ってるんだけども、ただその1時間ぐらいしたらその建物がまあ消えてるって形で、スターバックスの上の屋上なんですけども、まあ、ここの屋上の施設があって、まあ、その施設がまあ解体されているって形でね、で、まあ、ここの施設からまあ銃撃したんちゃうかっていうことなんだけども、ただまあこの施設っていうのはあの直接そこから狙えないんで、まあ、そこの場所ではまあ、ないのかなって形でね、うん、だからそこの施設を用意しとって、まあ、そこから出てきて、まあ、何らかの案内があって、まあ、出てきたんちゃうかっていうことですけども、はい、一応まあこの辺に関しては、まあ、他のチャンネルとかでもねエレベーターのプリちゃうかみたいな感じで、まあ、言われててね、ほうほう、まあ、エレベーターのプリっていうのはその滑車の部分ですね、うん、ただまあそのエレベーターのプリっていうのはそもそも交換するものじゃなくて、まあ、ワイヤーとかロープとかだったらまあ内部の油が借りたりとかしてくると、まあ、定期的なまあ交換とかそういうのが必要みたいですけども、うん、まあ、そのあんまり動いてないエレベーターとかでも20年ぐらいの周期 で動いてるエレベーターとかだったらまあ数年単位とかでまあ交換するっていう形なんで、ほう、まあ、そもそもそのプーリっていうのは交換する必要がないというか、まあ、そういうもんだから、うん、だからまあそのプーリっていうのはまあとも怪しいかなっていう形で、まあね、でまあその定期点検にしても、まあ、そんなに、ね、頻繁にすることもでもないし、まあ、よく使われているところでも半年に1回ぐらいの定期点検で、まあ、十分かなというところなんですけどね。あんまり点検しないですね。うん、だからまあそれがね、そのタイミングっていうのもちょっとまあ不自然だし、まあ、この辺の施設っていうのもちょっとなんか怪しいというか。確かにね。で、しかもこの施設っていうのがその7月8日の金曜日の11時半頃に撃たれたっていうことで、うん、まあ、ヘリとかも来たのはおそらくまあ昼前とか、まあ、1時前には多分着いてると思うんで、まあ、そういう意味じゃ、その、プーリの交換とか、まあ、何かはね、エレベーターの点検するにしてもわざわざ昼の時間帯を狙わないだろうし、はいはいはい、まあ、一番エレベーターが使われてない時間を使うって感じで考えると、まあ、昼っていうのは、まあ、ありえないかなってところで、もうね、だまあ点検作業するにしても、まあ、その施設に迷惑がかからない時間帯を選ぶだろうし、この辺もちょっとまあ怪しいかなって形で、そうですね、まあ、ちょっとねいろいろとまあタイミング的にも怪しいかなって形で、まあ、だからまあそこで、まあ、その施設にまあスナイパーが行った可能性もあるんちゃうかなってことですね。まあありえなくないっすよね。まあ、当然その安倍さんが撃たれた場所っていうのは首付近か、まあ、そこからまあ心臓方向に撃たれたみたいな感じで、まあ、医師も発表してましたけども、うん、まあ、当然この医師の説明が本当であればその首のあたりに小さい穴があって、まあ、そこから心臓方向なんで
まあ、それでいくと、まあ、上方向から建てたって形で考えるのが、まあ、普通でね。まあ、ビルの上の方がね。そうですね。うん、で、当然、まあ、この辺が、まあ、間違えしたら、医師とかも、医師免許剥奪って形で繋がるだろうし、まあ、医師としては、嘘をつけないんちゃうかなって形で。で、まあ、そうなると、まあ、警察が嘘なんですけども、警察の場合は、間違えてもね、間違ってましたって形で、特に処分されずに済む問題だから、はいはい、あれなんでしょうけども、まあ、そう考えると、まあ、スターバックスの建物がある、まあ、上から撃たれて、まあ、首から心臓方向に撃たれて撃たれた可能性があるんちゃうかなって形でね。そうっすね。でももう安倍さん自体はね、燃やしてしまってますから、確認することもできないですね、再度。そうですね。で、まあ、その証拠を消すために、あえてその陰謀論を出すって形でね。で、その正面を向いた時に下から撃たしたりとか、まあ、そういう形の銃弾の映像を残したりとかしてね。はいはいはい。しかもその、まあ、上からの映像っていうのは捉えてないでしょうから、もし撮ってるとしても、まあ、引きの映像って形で、駅の方の建物の上から、まあ、撮ってる人がおったとしても、うん、まあ、山上容疑者のが一発撃った時に当然その山上容疑者の方を注目するでしょうから、そうですね、まあ、その注意をそっちにそらして山上容疑者の方を撮らして上からの撮影っていうのは、まあ、撮らせないように、まあ、したんじゃないかなってことですね。はい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 。だからまあ2回撃ったっていうのも1回目をね注意引くためにわざと外して撃ったっていう可能性もまあなくはないってことですね、山上容疑者が。そうですね、うん、山上容疑者の、まあ、銃に、まあ、殺傷能力がまあ、あるって形で、まあ、警察が発表するのかどうか、まあ、この辺はね検証結果をどうなのかは、まあ、もうすぐ分かるんでしょうけども、はい、まあ、いろいろとまあ謎が多いというか。確かにね。で、まあ、統一教会についてもいろいろとまあ謎が多いというか、まあ、例えばその統一教会はスパイ防止法をやってくれって形でね、うん、日本で作らせてあがってるんだけども、まあ、これについてもまあ謎が多いというか、はいはい。で、まあ、日本の方では安倍さんの時に、ね、特定秘密保護法っていうのが作られましたけども、うん、まあ、これは実はそのアメリカの要請で作られたっていう話もあって、まあ、それはそのアメリカの軍事産業のビジネスに誘われてるって形で、はい、まあ、要はその中国が脅威だからって形で軍事力ってことなんですけども、うん、まあ、これもその自作自演の可能性があるって形で、まあ、そもそもアメリカっていうのは、まあ、その政府がね紙幣を発行してないって形で、はい、アメリカの中央銀行はその FRB って呼ばれてて、ここの実権というのはそのモルガンとかユダヤ系の金融機関がまあ握っているって形でね、うん、だから単純にそこは100ドル札とかを印刷したら、まあ、99ドル以上がまあ利益になるという形なんで。なるほど。まあ、それがね FRB の連邦銀行のまあ儲けになるという形でね、はいはい。まあ、しかもこの民間の銀行なのに、まあ、決算は開示しないという形で、だからこの辺でねアメリカ政府がこれを嫌って、まあ、民間銀行が所有する中央銀行である連邦準備制度を廃止して、うん、政府紙幣をまあ発行することによって経済的な問題をまあ解決しようという形でまあ、考えているという形でね、はい、ただまあそんなことをしたら当然まあ世界経済に大混乱をもたらすという形で、まあ、ここに関してまあ踏み切ろうとした大統領がいて、まあ、それが暗殺をされたリンカーンとケネディという形でね、で、まあ、ケネディ大統領の娘さんが、まあ、日本の大使としてやってきたのは、まあ、何か意味があるのかは分からないですけども、はい、ただなかなかねこの政府が発行するまあ銀行に踏み切るというのはもうかなり難しいことなんで、まあ、ちょっとまあその辺で現実的なことってことで、まあ、軍事複合体っていう形で、まあ、そういった動きが、まあ、現実的じゃないかっていう形で、そういう動きを見せてるっていう形でね。はいはいはい。例えばね、日本に中国とか北朝鮮とか、まあ、ロシアとかからね、守ってあげるから、まあ、みかじめ料っていう形で、うん、まあ、アメリカのビジネスとしてね、成り立つっていう形で。はいはいはい。ただ、まあ、この辺はね、中国とか北朝鮮がおとなしくなってしまったら、まあ、ビジネスが成り立たないというか。まあね、狙っといてくれないとってことですね。そうですね。だからまあ日本を脅かしてくれないと、まあ、ビジネスが成り立たないんで、中国とか、まあ、北朝鮮とかには、まあ、ミサイルとかで頑張ってもらうという形でね、はいはいはい、選挙とかの前になると、まあ、北朝鮮とかがよくなんかミサイルとかを飛ばしたりとかしてね、確かに、まあ、自民党の選挙に有利になるような形で動いてますけども、うん、まあ、この辺もちょっと選挙が終わったらねパタッと止まったりとかして、ちょっとまあ怪しい動きというかね、タイミングは良すぎますもんね毎回。そうですね。でそれで中国なんかは、まあ、毎日ね領海侵入って形で、まあ、尖閣諸島周辺とかをね領海侵入って形で来てますけどもですね、まあ、これに関しては特にね政府も極めていかんって形でしか、まあ、発表せずに何にも動きないですよね。まあ動きないですね。うん、まあ、だからこの辺もだから日本としても中国が、まあ、領海にねまた遊びに来てなみたいな感じでしか捉えてないかも分かんないですね。はいはい、確かに。まあ、この辺がだからそのアメリカから依頼をされて、まあ、日本の領海に遊びに来てるんちゃうかって形で、うん、だからまあこの辺でね、まあ、日本に脅威を与えてるふりをさしてるというか演技ですね。まあ、そういう形で、まあ、脅威を与えてくれないことには、
アメリカが、まあ、仕事にならないというか、もう別にその中国は攻めてこないし、アメリカ別にいらんよみたいな感じでなっちゃうと、まあ、まずいんで、はいはい、もう日々、まあ、仕事を与えてくれたりというかね、アメリカの方なるほどね。ただまあ中国に関しては最近は、まあ、軍事とかに予算をかけまくってて、まあ、アメリカよりか、まあ、強くなっとこうみたいな感じの動きもありますけども、うん、ただまあこの日本が特定秘密保護法を作ったことで、まあ、秘密で守られた中での、まあ、商取引をしていこうって形の動きじゃうかってことでね、はいはい、国にはその秘密として保護しないといけないことがあって、まあ、建前としてはその国を国益を守るって形でやってるんだろうけども、まあ、その裏ではね、まあ、本当は10ドルのものを、まあ、1000ドルとかで納入とかそういうことができちゃうというか、やり放題というか、まあ、この特定秘密保護を作ったら、まあ、そういうことがまあバレずにできるというかね。なるほどなそう、まあ、実際そういう形でまあバレないようにやってるのが小室夫妻の警備費とかも、まあ、その8億円が使われているという形で言われてるけども、はい、まあ、この辺はまあまあ特定秘密かなんかでまあ公表せずに済んでるという形でね。まあでもなんか世間にね、こう一般の人も8億円かかってるとか漏れてるっていうことは完全にバレないようにはできないんですかね。だからこの辺は週刊誌では報道してるんだけども、はい、ただこの辺に関しては公表しなくても大丈夫というか、そういうことなんですよね。ああまあね、まあ、一応まあ国会議員とかも追及してるけども、うん、まあ、特に答えなくても済んでるという形で、はいはい、まあ、そういう形でまあ国民を騙せるという形ですね。うやむやでやり通せるんですね。まあそうですね、うん、まあ、それがだから特定秘密保護法が援助する役割を持てるという形でね、はいはいはい、まあ、ただその陰謀論とかの話では沖縄を独立させて新しい貿易ゾーンを作ろうという形の動きもあるという形ですけども、うん、まあ、だからね沖縄とかにはよくねいろんなまあ活動家とかまあ多くてね、でまあ北海道とかも最近はなんか中国人がたくさん入ってきたりとかしてね、ああなんかね、まあこの辺でまあ沖縄とか北海道もまあ外国人の方がまあいつの間にか多い存在にしてまあ独立させようみたいな感じでまあ考えてるのかも分からないですけども、はいはい、まあ、いろいろとね統一教会の問題にしても、まあ、安倍晋三さんの銃撃事件の問題にしても、うん、まあ、いろいろとまあ疑惑が多いですけども、まあ、今後ね、まあ、どういった展開になっていくのか皆さんの予想とかもね聞かせてもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録またにしたら登録の方もお願いします。よろしくお願いします。